ケチで有名な義弟嫁。我が娘の入学式のスーツはメゾだったので、目をつけていたらしく、くれくれされた。だが、しかし、こっちが地震で困っていた時には一切連絡なし。3月下旬になって、スーツくれの電話が来たので、ムカついたので、もうないよって言ったらもらおうと思ったから、買ってなかったって盛大にひすっている。お詫びにスーツを買えて、連日うるさいので餌付けをつかもしれんが、入学式の前日の夜に着くように入学祝として、地元のホームセンで3000円の激安子供スーツを送ってやった。うちは入学祝をもらってない、親切な私。見た目はメゾなやつね。でも、作りがちょっと雑なやつね。そうしたら、ものすごい怒って電話してきた。その時間からは、嫁が喜ぶようなスーツも買えずに。それで仕方なく入学式出たらしい。こっちでは、入学式後でも売れ残っている、ちょっと派手めなもの。でも、派手なので、メイおちゃんは大喜びだったと、義弟は言っていた。義弟もありがとうって言っていたが、嫁だけがブランドじゃないって怒っていたそうだが。